では続けましょう。で、続けましての文法の方、文間中心部分。で、前にも言ったように文法には A、B、2つのパターンがあります。文中心可变の2部分 A、B、A 我们的稳中表达方式，B 稳马斯给我们的尾末表达方式。で、また文章表現には、前後関係、跟我们的前后关系分成我们的 A、順、顺序、B、で、逆、二次。また文末表現には、Yes or No 分成我们的肯定、否定。で、肯定分成我们的现在肯定、过去肯定以及我们的将来肯定，而我们的否定再分成我们的现在否定、过去否定、以及我们的将来否定。SH 首先知道是我们的文中表达方式还是文末表达方式。然后再看前后关系，或者 yes or no。那如果句末还要考虑一下我们的时态，是过去、是现在、是将来等等。いいですか？では早速。一番、問い、問い。首先我们可以通过例句发现，問い、問い我们的文中表达，我们的文中表达方式。さて、前後関係は順逆。那么前后关系属于是顺序还是逆境呢？では例文から。1、デザイン問い、色問い、彼の作品は最優秀だと思います。で、他の作品、包括我们的デザイン、あとは色、あとは色々ですね。で、他の作品、我们从很多点来看、其中一点是我们的デザイン、然后是我们的色、还有等等的。从这点来看也好、从这点来看也好、都是如此。そのかよ、問い、問い、つまりデザインから言っても色から言っても皆最優秀です。無論从 X 点来看、还是从 Y 点来看、都是如此。所以呢、問い、問い、まあ准确讲表示一个也好也好、表示一个判断的立场的一个列举。对，它和我们的托和压不同。托和压是列举事物，那么托一托也是列举判断的立场、评价的四点。对，目標四点を見ましょう。では2番。頭の良さといい、気の優しさといい、彼はリーダーとしてふさわしい人間です。因为从很多点来看，他都是我们的作为领导的不二人选。例えば、頭がいい。で、頭がいい变成名詞、頭の良さ、あとは優しさ。也就是说、从很多点来看、他都是作为领导的不二人选。比如说、頭の良さ、優しさ。どうか言うよ。頭の良さといい、気の優しさといい。で、彼はリーダーとして、ふさわしい人間です。では次3番。リーさんといい、ラムさんといい、このクラスには面白い人が多いです。で、这个班级有很多同学、比如说、リーさんら、ラムさんら、都是很有趣的人。で、といい、といい。也就不管是从リーさん来看、还是从ラムさん来看、まあ、这班级的所有的孩子都很面白い。次、したいの、広いところといい、顎の四角いところといい、この子は父親にそっくりです。怎么看这小子跟他儿子、啊、这小子跟他父亲长得都是一模一样。比如说第一点，で、額の広いところ、那宽额头这点来看也好，顎、の四角いところ、ね、
方下巴这里来看也好，都和他父亲长得一模一样。ではまとめましょう。問い、比如什么的？例句什么呢？こちらです。で、あることからについていくつかの例を取り上げ、どの点から見ても、どの点から言ってもみんなそうです。で、比如某一人、某一事、某一物、无论从哪一点来看都是如此。然后例举其中两点，就用的 X 投以 Y 投以。という話との評価を言いたい時の表現です。他例举的是。评价的立场，判断的立场，或者是一个修看的视点，那因为他列举的是判断的立场，我们的评价的视点，所以他的后半句喜欢接我们的做判断，就我们的判断句，怎么的拿捏？です。或者我们的評価、評价的表达是怎么いい、悪い等等。那我们再看一句。一番最優秀です。二番ふさわしい人間です。三番面白いです。四番そっくりです。没错，我们的托伊他喜欢接我们的です。反之，不接我们的 E 字动词，你看呢？但我们不能说"诶，野菜多一，肉多一，诶，私はみんな食べます"，这很奇怪。肉也好，菜也好，我都是来者不拒，不可以，因为后边你是"食べます"。但我们可以这么说："诶，このレストランの野菜料理多一，肉料理多一，みんな私の大好物です"，这就可以了。对。这家店做的每一道菜我都喜欢，比如说蔬菜料理也好，荤料理也好，我都喜欢，那是可以的。わかります？他喜欢就我们的判断句什么的，但是，但因为是列举的判断的，立场评价的四点，所以要求他记我们的说梅西这个名词呢。正因为如此，我们的いい变成了よさ、優しい变成了優しさ。で、広い变成了広いところ、四角いで变成了四角いところ。总之、这名词不是名词、想方设法将之转换成名词。いいですか？よく食べます。ある人は这个不成立的，因为后半句是我们的ます。正常的就没出去的。そう、野菜も肉もよく食べます就可以了。有没有的？特意喜欢就我们的です。いいですか？练习我们的拖移拖移，虽然翻译成也好也好，但如果写成汉字的话，请注意写成汉字呢，拖移拖移，这可以吧？B 的是，你们看，不要受汉语的误导，它表示一个从 X 点来说也好，从 Y 点来说也好，所以来自我们的います的一个连用性，います以。では次に参りましょう。で、なしには。で、なしには別の2個用法。先看なしに。私たちは3時間休息なしに歩き続けたという印象だ。
休息しないで、つまり休まないで。で、三个小时都一直没有休息，而是一直走啊走，走到999。ね、休息なしに、休息しないで。次、断りなしに他の人の部屋に入るな。という次だ、断りしないで。で、这里的断る、不是拒绝，而是一个事前通知的意思呢。断る有 A 拒绝、B 事前通知、这里有 B 的意思。要的在不提前说一声的情况下进入别人房间是不对的。あとすき三番、彼女の話は涙なしには聞けない。我们发现多了一个哇，意思也发生变化，等于出去的涙流さなければ聞けない。不流泪就听不下去。嘛，间接翻译成必然会让你为之动容，为之潸然泪下。で次、秋の、で次、兄の病気のことが気になって朝まで一睡もすることなしにずっと起きていた。簡単に言うと、つまり朝まで一睡もしないでずっと起きていた。で、なしに書いてみましょう。ないでだ、書き言葉、書面。次、なんとか父に気づかれることなしに家を出ることができた。つまり、なんとか父に気づかないで。で、家を出ることができました。では、まとめましょう。なしに、等于我们的ないで、不、没，这是一个非附带或者比较否定。而那些你哇，再用来表示一个 if not，表示一个如果不、如果没的意思。但我们可以发现后半句也有所不同。那些你歩き続けました。あとは起きていた。次、家を出ることができた。我们的那些可以解肯定，但也可以解哈鲁呢，也可以解否定。但是请注意，如果加了那些的话，后半句必须解否定。我看到吗？是。也是我们第一个休息那些你，我们是不能改成那些的话的，因为后半句是肯定，只能用那些。那么那些你话呢？我们可以说那些你吗？对，那边的那些你聞けない，可以吗？认真的教，没关系。怎么讲的话，更能用来没像那么大否定式。わかりましたか？では、まとめましょう。え、なしにつまり、ある動作を表す言葉について、前置詞、表す動作だ、動作だ、流行じゃこと、或者是名詞也可以。で、普通は何々するが、一般是做、在做 X 情况下做 Y 的。この場合はしないで、而今天不做什么情况下、而做了后项。または、普通はするが、この場合はしない、そのままいるという意味を表す。それは表す一个。え、ないで。第二个表示一个假定，怎么的？なければ。对，表示否定的时候，往往会加上一个哇，强调我们的否定式，怎么的？なしには。对，另外我们的なしに，なしには。啊，是我们的书面语，所以日常生活小事，请让我们收集的那一类，比如说我喝咖啡从不放糖，我们也没有必要说。ね、砂糖を
入れる、ことなしに、コーヒーを飲みます。で、コーヒーに砂糖を入れることなしにコーヒーを飲む。まあ、这个意思我看懂了。で、我喝咖啡不放糖。但这句话有点、我们讲小题大做、没必要呢。这么简单的句型、这么简单的小事情、没必要惊动我们的一级的句型那些。而且小学的、そう、砂糖入れないで、就说过了呢。これで十分です。那是你的名字哪一对那我们再回头再看那是你的比较否定的用法对那是你的后接否定比什么的 if not 比是一个假定的否定是如果不的用法对彼女的那话是涙なしには聞けない不流泪就听不下去对等于我们书记的なければないとなかったら一文だ、中字だ。そう。を抜くにしては、抜くには、抜くでは、ないことには、なかぎり、等一系列句型。いいですか？まあ、这里强调、なしに、后半句接肯定、接否定都可以。但なしには、直接否定です。では次、によって。まあ、によってはその前の接続によって意味が変わります。によって跟前面接续意思发生变化。によっては、なのによって意味が変わりますね。所以によって跟前接续不同、意思不同。所以根据前后文来判断我们的によって是哪种用法。先和第一种用法，比什么的原因理由，可以比什么的原因状语从句。で、例文1。ABC 店は一昨年からの不景気によってついに店を閉めることとなりました。で、簡単に言いますと、つまり ABC 店は一昨年からの不景気で、ついに店を閉めることとなった。因为不景气、所以关门大吉。次、女性の社会進出が進んだことにより、女性の社会的な地位もだんだん向上してきました。簡単に言いますと、つまり女性の社会進出が進んだことで、で、因为女性进入社会、で、それ导致的结果、现在女性地位越来越高。で、次、今回の地震による死者は、100人以上になるようだ。あららららら。对，因为后半句的“下”为名词，所以用我们的连体型“你有”的形式。对，反正由于这次地震而导致的死亡人数已经超过100人。那马特马修，で X によって Y の形で X が原因で Y の結果になったというときに申します。也是因为 X 而导致 Y 这种结果。那我们再看继续。不景気進んだこと、あとは地震。所以前接名词，如果接动词的话，请想方设法变成动名词，一般的是加こと。再看后半句，一番，他，二番，他，いいですか？嗯，没错。によって一定要记住的过去式。对，我们再看によって、により是可以画约等于的，他们都喜欢接逗号，只不过により为书面语呢。而により的话，只是喜欢接名词用来做定语。那こちらご覧ください。你有贴喜欢逗号喜欢动词你有力同样你有力就喜欢接名词你的 scar 为什么原因理由嘛可能是我们的 day 的书面语呢
で次、によって还可以是促进你的生命。比如什么的受け身の動作手、被動態里的動作的主体。加上言うよ。例えば1、リア王はシェイクスピアによって書かれた三大悲劇の一つです。リア王是什么的莎士比亚所写的三大悲剧之一。最后半句、書かれた。で原型是でシェイクスピアがそのリア王を書きました。那怎么的原型リア、啊、でシェイクスピア写了リア王，然后我们的リア王用来做主语变成リア王は。我与卡基马斯主动态的变成被动态卡卡列达，那么写库斯表仍然是动作的主体，但是因为它在被动态当中，所以改成写库斯表你有的，记得是吧？那没错，我们可以把你有的后接被动态是它的主语，往往是 something 什么联盟呢？还是给你吧。このボランティアの活動はある宗教団体によって運営されている。我们看这里是ボランティア活動，这个义工活动是由某一宗教团体所运营的。されている。次、地震予知の研究はアメリカ、中国、日本などの専門家によって進められてきました。で、研究。某一研究是由内美中日内三国的专家所进行的。ね、あとはこの伝統の文化はこの地方の民衆によって受け継がれてきた。被当地的老百姓继承至今。受け継ぐ、受け継がれる。对，所以我们的你有的前面记得什么词呢？当然记得名词，什么名词呢？一番 Shakespeare， 二番宗教団体，三番専門家，四番民衆，つまり所散播的。对，某物由某人所，这种感觉有没有？你有的，记得是吧？特别是某物由某人的场合才能用词句性。来，我们来瞧。で、受け身分において、受け身動詞の動作の主体を表す。ね、在我们的被动态句子当中，表示一个动作的主体，所以它后半句一定要记住的。なれます。つまり受け身動詞的被动态。で、次。受け身分の動作手は普通は2によって表されるが、今すぐ2代表する。这有点によってな。でも、生物以外のものが主語になる受け身分で、但如果是这个被动態主語不是人而是物的话、その動作手に焦点を当てたい場合などには、如果硬要強調的動作的主体的话、这往往变成によって。反之如果是人和人的一个被动態、没有必要考虑によって。分かりますか？例えば、で先生によって叱られた。それはおかしいですね。被老师骂了。不能用によって。因为你是人。只能用先生に叱られちゃった。いいですか？什么时候によって？比如说这本书是由某某老师所写。でこの本は。ね、A 先生によって書かれました。それは完全可以的。你強調我们的7人先生是由某老师所写。いいですか？で、在这下によって是由一定是生物以外、つまり something 做主语才能词句性。で、因为表示被动态的动作的主体，所以后半句进不了。OK、OK、被动态。いいですか？对，我们你有它有第三种用法，比如什么的，方法、手段、方式、手段。
では、レベル1、その問題を話し合いによって解決できると思いますよ。同样という数字だ。で、つまり話し合いで解決できると思いますよ。あと次、アンケート調査によって学生たちの不満、希望を知る。通过做アンケート調査、让来了解学生的心声。次、ボランティア活動に参加することによって、つまり参加することで、通过参加ボランティア、自分自身も多くのことを学んだ。自己也学到很多东西。次、彼は両親の死後、おじいさんの援助と励ましにより、自分の目指す道に進むことができた。次、山田さんの仲介による商談は結局うまくいかなかった。因为后半句的"修单"为名词，所以使用你有了的形式，这和我们的第一个种用法一样呢。ではまとめましょう。あることをする手段、方法を言いたいときに使います。同样等于注意的"で"的说明，这是一个方式手段。で、因为它也是偏我们的书面，だから身近な道具や手段には使われない。所以日常生活小事没有必要使用的によって。例えば、お箸で食べます。如果说お箸によって食べる。这就有点小题大做，让人感觉不自然了。这种小事情用"で"就足够了。お箸で食べます。次、もし後に名詞が来るときは、によるの形になります。如果後半句接名詞は、可以一層連体型によるの形です。つまり、によって、により、喜欢動詞、喜欢逗号。による、喜欢另外一个名詞。方式、手段、参与だ、通过。いいですか？では、ポンポンのサインはこれで。では、また後ほど。